こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただきたいのはですね、この真っ黒なパッケージ、はい、かなり久々にご紹介することになります。ジェイズ、Q ゼイズリファレンスイヤホンでございます。はい、マットブラックのですね、かなりクールな見た目のイヤホン、これをですね、開封からですね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。じゃあいきます。黒で統一されたシックな内容になっています。まずですね、このジェイズの、特徴の部分、まず一つ目、ケーブル着脱式のイヤホンになります。こちらはまあイヤホン本体になります。非常に小さい分、非常に小さいイヤホン本体になっています。とても小さい筐体になります。ステンレス筐体になります。ケーブルは着脱モデルの SMMCX が採用されています。よくケーブル着脱式のイヤホンで採用されている MMCX とはまた別のものなのでご注意ください。いかがでしょうか。かなり小さい見た目になっています。感覚的にはですね、あのクリップシューとかの非常に筐体の小さいイヤホンのイメージとかなり近いですね。装着感もすごく良さそうです。はい、付属しているイヤーチップは、全ですね、1,2,3,4,5,6、6ペア付いています。そのうち5ペアが、サイズ違いになりまして、最後の1つ、こちらの、方がコンプライ低反発イヤピースになっています。はい、いかがでしょうか。この黒に統一された、QJ's、以前ですね、同じ型番の名前で QJ's という製品あったと思うんですけども、それとはもう全然別物でございました。こちらの新たに、発売発表されました QJ's の方なんですけれども、以前の QJ's と比べましてかなりバージョンアップしています。でスペックも、再生周波数帯域ももう全然別物になっていますね。J's が新しく発表するフラグシップモデルということで非常に注目の高い製品になっています。こちらのイヤホンの構成自体は BA ドライバー2機搭載、一方の方が、広い帯域の方をカバーして、もう一方の方が、低音域の方の担当をするっていう風な2ドライバーの構成になっています。はい、左右の見分け方なんですけども、このマークとか印とかが入っていないので、この形の方で、判断してください。
音を聞いてみた感想なんですけども、かなりですね、ブライトでありながらですね、低音もバシバシ聞いてくるっていう風な、すごく誠実な音の感じに聞こえました。かなり正確なリズムを刻んでいるような印象を受けます。低音とかもすごくスピード感で鳴らしてきますので、まあ、筐体が金属筐体なので、このようなブライトな感じのサウンドになっているのではないかなと思います。ツードライバーだと、まあ、今出ているイヤホンの中だとドライバー少ない方かなと思いがちなんですけども、その辺とかはあまり気にしなくてもいいと思います。十分にですね、スピードと正確さっていうのを持ち合わせたいい筐体、いいイヤホンだと思います。特徴的なところとしては、やっぱりそのオールラウンドというか、全体域に対して結構解像度が高くて、スピード感が、まあ、常に持っているっていう風なところですね。ルックスと同じようなイメージのそのままを持っていただけたらいいかなと思います。解像度とスピード感、そういったものをお求めのお客様はこちらの、QJ's の方ぜひお試しください。イヤホンチャンネルの方をご覧いただきありがとうございます。またこの動画の方良かったな、まあまあいいじゃん、ちょっと欲しいかもと思われたお客様は、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。今後ともイヤホンチャンネルの方で情報をちょっと受けていきたいなと、イヤホンのチャンネル見ていこうかなというふうに思われた方は、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、では大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内させていただきました。ごきげんよう。